トリンキット及び近隣所属の分布図チルカットブランケットを羽織るタク部族の州長アノトクロッシュアラスカ州ジュノートリンギットはインディアン部族の一つでアラスカカナダの先住民族正しい発音はクリンキット KL キロ T、もしくはクリンギット KL グラム T。もともとはフリンキットキロ T と呼ばれていたアラスカからカナダのブリティッシュコロンビア 有根川流域の太平洋沿岸の海と山に挟まれた環境に住み、発達した母系の資料採集社会を構築していた。鮭やクジラを取って暮らし、ポトラッチやトーテムポールの風習で知られる。彼らの話すトリンギット語には数多くの方言がある。豊富な木材資源をもとに建築技術が発達し、巨大な木造家屋を作る。18世紀以降、 アラスカ一帯の先住民族たちと西洋人の接触が始まった。西洋人によってもたらされた天然痘などの感染症によって、それらの免疫を持たないトリンギットをはじめとする一帯の先住民族たちの間で著しく流行した。カナ表記の他の例は、リンギットプリッツッカー2000、P209 エルベルグ、カムチャツカ発見とベーリング探検流銀九百四十二年。 T238 ありがとうございます。